さあ、今日訪れたのは香川県高松市国分寺町にある JR 橋岡駅より徒歩10分のお店。食べログでうどんランキングでも見るかな。高松の1位のうどん屋さんはっと。あれ？そのお店ってここじゃね？今日は食べログ1位のお店行ってきました。ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。さあ、というわけで、線路すぐ横にあるこちら、うどん屋一服さん。あまりの人気に、香川で2店舗、そして大阪にも1店舗出ているお店です。店構えから察するに、そんなに高級店ではないと見た、いかにも香川のお店って感じの普通のセルフ店でした。そして、お店の外にはこんな張り紙が。外のベンチ席、車内でも食事できますということで、本当にね、お客さんのこと考えてくれる、めちゃくちゃしっかりときっちりとしたお店でした。おすすめメニューは、肉ぶっかけとカレーうどん。これもね、かなり気にはなったんですが、ちょっと僕今回、かけが食いたい気分だったので、かけうどんの方を注文していきました。かけうどんの小が1玉220円。そして、ちくわの天ぷら取りました。そちらが130円。今回は合計350円です。お値段は良心的。そして、セルフ店なので、ネギと天かすは自分で入れます。おっと、天ぷらの中に人参があるぞ。こういうかけ揚げから落ちたやつとかめっちゃラッキーっていう感じでいつも取っちゃいます。貧乏症だな。でも、やらない？やりません？俺はもう 100% やっちゃうけど。さあ、ということで、席に着いたところで今日のメニューを紹介していくぜ。まず最初に、ちくわの磯辺揚げ。そしてメインディッシュ、かけうどんのショウ。ちょっと細めの麺に、先ほど、がめつく取った人参の天かす。そこの方まで透き通るこの出汁。すべてが調和したこの完璧な姿は、まるで6月3日生まれ、静岡県、磐田市出身の170センチ A 型。そう、ガッサーワーこと、長澤まさみのようだ。つうことで、いただきます。体にカルピースじゃなくて体にうどん。美味しいです。まず麺なんですけど、これね、他店と比べても結構細いタイプ。細麺なのに意外と角があって硬くっていうか、まあ、程よくコシがあるタイプの麺でした。出汁は透き通ってて、いりこって感じでも、カツオって感じでもどっちでもない、なんかめちゃくちゃね、バランスがいいような出汁だったんですよね。本当にあったかーく、食べてたらあったかーくなる感じのうどん。ということで、もうラストの一本、いただきます。さすが食べログ高松1位だけあって、値段も味も全てにおいてレベルが高かったです。香川に来て王道のうどんが食べたいっていう方はぜひこちらいらしてください。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今回のお店のおさらいです。うどん一服さん、香川県高松市国分寺町にあります。営業時間は平日は10時から14時、土日祝は10時から15時、日曜日も営業しております。定休日は無休となっております。それではみんなも一服へレッツゴー。